つになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。みんなまだ頑張っているんでしょ。だったら私たちも怠けてられない。そうだよね。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。原神始めていきたいと思います。ついに前回フォンテーヌに長い旅でたどり着きました。4.0 ですね、いわゆる。はい、今回もツイッチで、お届けしておりますが、YouTube にもいつも通りアップ、アーカイブ残しますので、ぜひ YouTube でも見てください。アーカイブは2日後16時21時ぐらいからプレミア公開いたします。また TwitterX、旧 Twitter の X のアカウントを持ってますので、ぜひフォロー、リポストなどお願いいたします。さて、イベント、今回は、ちょっと、なんかいろいろもらえる。体質？期間報酬受け取りは X。マジックスタート。マジックスタート。何これ、なんか勝手に獲得しちゃったや。
正直微妙なんだろうな。あ、いいな、笹原優花。いいですね。お茶を入れた。コンコン。ギネットか。マジックスタート。え、これイベント。ああ、任務のとこに追加されるのかな、マジック。まあ、たくさんありますね。で、ちょっと今あげたいなと思ってるのはノエルなんですよ。まだ突破ができないんだよな。突破材料がな。この金のやつをやらないと突破できないんだよ。ちょっとやっぱり劣ってる、落ちてるからな。バリア張ってくれるのに。ちょっと、なので彼女の、ノエルの、突破をしたいなぁと、基本的には思っております。これなんだろう。これはこれは爆炎樹だよな。これは違う。記憶の金脈だから。あとメインストーリーで言えば今まだ稲妻にいる状況なので、炎ですね。これを。これなんだ？行ってみるか。まずは普通に。まあただバーバラも結構扱いやすいからな。果たしてノエルあげることに意味があるのかっていうのはちょっと疑問には思い出しているような状況ではありますね。なんでこんなにお金もらえるんだ。え、どこにあるんだ。近そうだけどな。あれはあれだろう、バリアだろう。どこにあるんだ。あれ、あれだ。キリコ。
産後の宮の正体不完炎。アビーサルドラゴニア。御所岩を授けろ。結構めんどくさそう。なんかあんまりアスレチック要素求めてないんだよな。あれ？なんか封印されてる。あれはボートか。月浴の淵っていうんだ。ついたが、目の石碑を読め。これか。なんかあった。なんか硬い。祠の封印を解除しろ。ここだよな。どうやって解除するんだ。
今雷だったよな。キャラクターを なんか微妙に変わりましたね、キャラの。任務の内容を詳しく見ていこう。一箇所だけなのじゃないのかもしれん。これだとこの一箇所なんだよな。なんかある。なんだこいつや。死んだ。すまんすまん。出ましたが。削除するってなんだろう。やっぱり外に出るべきじゃなかったわね。え、さらになんかある？
かんないな。でも何をするんだろう。なんか、あ、なんかある。裏だよな、この裏にあったよな。こういうことか。頼んだわよ。こいつはどうだ。お前ってそう、まだだ。油断しちゃったみたいな。簡単に死ぬな。これ。何だったんだ。え、ここはいけないよな。一旦戻って、あ、でもメンツを変えよう。やっぱり嬉しい。ワープできないの？本当にせっかちだな。なんだこれ。なんだこれ。まあ、ようわからん。
なんだここ。まあこんなことやってる場合じゃないや。ちょっと高さが足りないんだよな。よかったよかった。泳がなくて いい高さの距離だ。1個さっき破壊したんで。ついてこれるかな。違う違う、ここら辺だったはず。こうだよな。まだだな。あ、さっきあったあれがない。あと一つかな。これ案外分かりにくい。こっからこう飛んでいって、なんだろうけどな。試合をしよう。だから丸がないんだよな。どの辺だ。ここか。アンパイしよう。ああ、わかりにくい。本当にせっかちだな。ないんだよな、わからない。三つ目が非常に。逃げられないって言ったでしょ。なんで。
え？この岩のただの上にあるような気がするんだけど、でも。ここでもない。ちょっと難易度が高い。どっから飛び始めてんだ俺。ついてこれるかな。仁さんにサボっているところを見つかったら、どやされちゃうよ。やっぱあの辺しか思いつかないんだよな。でもそこじゃない？ってどういうことだ？下に隠れちゃってんだよな。
てこれるかな。ここらへん違う。ここは何も出てない。回っていってるんだよな。この辺だと思ってんだけど。違うんだよな。試合をしよう。ついてこれるかな。これ上にも行ってるんだよな。ん？何？カニでもいた？そう、ここなんだよ。下に隠れてるようにしか見えないんだよな。これか。
た。こいつはどうだ。料理の時間だよ。次先に倒しとこう。ピュン、頼んだわよ。熱々でしょ。これ。まだ2匹残ってる。そりゃ相手しなくていいみたいだな。もうクリアみたいです。一回戻りましょう。次はこのエリアに行けっていうことか。いや、近道がないんだよな。これ門がある。あ、そういうことか。お前って本当にせっかちだな。もうちょっとですね。キバ。お前って本当にせっかちだな。違うな。なんて？これで、これですね。守る。じゃあ守らなきゃいけないんだ。守らなきゃっていうことですね。こいつはどうだ。この瞬間お前は永遠を手にする。師匠の技を喰らいなさい。おとなしく仕上がれ。され。風邪ひくなよ。こいつはどうだ。これ何？クリアか。よかった。任務完了。戻って。あとは？なんだ？これで終わり？
終わりっぽい。クエスチョンマーク消えたしな。これは別のクエスチョンマークだろうかな。いやでもやりたいことじゃないからな。黄色のやつってこれ若いしな。これはなんだ。これは本日の依頼。ってこと？いや、違うな。ちょっとキャサリンに会ってみよう、久しぶりに。ついてこれるかな？いいです。ようこそいらっしゃいました、旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても、今日は随分とご機嫌みたいだな。はい。実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら、近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。稲妻のこと？いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか。ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会って、オイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り、誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンでも久しぶりなんだよな。実は別にいっか。まあお前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが分かってるといいな。主人公だって、お前の妹さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか。近畿やぞ。いや大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月月さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おお、わかった。ありがとうな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。ん？第2章？あれ？星と深淵を。ごめんなさい、今日はまだ依頼の。ごめんなさい。星と深淵。星と深淵を。全然何もしてなかったな。ちょっと初めて人入れてみよう。えいひ。
まだもう一個はあるんじゃないの、まあ、バフないのかな、みんな。ああ、探せって言ってるんだな、甲府とか。あと、ここも待ってるって言ってます。秘境ですね、どうやら。これ爆炎樹だろう。これはデイリー任務。これ炎だし、マスクショーだし、風だしな。これは、あ、ここだ。あの、岩属性だ。無双の岩だ。ここから探し出せって言ってるわけだ。一番近いとこはここなんだよな、困ったことに。まあいいや、もう普通にバトルする。このくらい倒せないでしょ、こんなんか簡単に。おとなしく仕上がる。岩の重さは安心できます。料理の時間。これ。料理の時間だ。こいつはどうだ。綺麗にしませんと。ウサギ伯爵、出撃。はっ。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。あとはこいつだけか。風だ。これ。倒したみたいだな。せんだ。なんだこれ。さあ、安定しないことだよ。ベンチだった。あれだ。そうだ、これね、チーム編成変えよう。多分岩なんでこっちの方がいいんじゃないかな。じゃあやりますか。みんなを守るからね。いや、頼んだわよ。ひょっ、はっ、はっ、はっ、やっ。こいつはどうだ。すまんすまん。ちょっと、えいっ、はあ、
となしくしやがる。お前って本当にせっかちだな。多分ダメージ与えるゾーンだと思う。とね、おとなしくしやがれ。でもこれ倒さないとレベルアップしないもんな。ノエルの方が良いみたいだな。両手剣キャラをやらないとダメみたい。あ、じゃあなんかやめとこう。一回立ち去りましょう。バーバラじゃなくて両手剣、やっぱり両手剣。このほどにしておけよ。
おとなしくしやがれ。ピュン、頼んだわよ。反則だよ。もう逃げ道はないよ。これやっ、この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。やっ、はっ、はっ、はっ、よかった。これでチーム編成を変えられる。嬉しい。ってことは結局ノエルを使わないとダメってことか。ここでノエルにして、失礼しました。岩の重さは安心できます。助けが必要な方がいるはずです。これ。戦場のお掃除の時間です。引きません。さようなら。え、嘘。あっさり死にすぎ。おとなしくしやがる。熱々でしょ。こいつはどうだ。グオパー、火を綺麗にしませんと。ウサギ伯爵、受けよう。おとなしくしやがる。師匠の技を食らいなさい。ダメだ。ダメージ食らっちゃうからな。すまんすまん。岩の重さは安心できます。
やばい。食材は凶悪ね。食らうのか。これ。た、や、それ料理の時間だよ。任せてください。や、は、ふ、や。こいつはどうだ？クオパー、火を吹け！きれいにしませんと。やっ、えっ、助けが必要な方がいるはずです。頼んだわよ。おとなしくしやがる。はっ、はっ、はっ、ネギトの礼儀に気をつけます。の重さはあし、これ、この瞬間、お前は百発百中。えっ、こいつはどうだ？料理の時間だよ。間に合いますね。任せてください。なんだ？いや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 。急に。え、なんで？わわわわ、やばい。か、画面が。ちょっと待った、逃げないと。まあやばい。おとなしくしやがる。話が通じないなら叩くまででしょう。雨のようなピャオ、はっ、はっ、ピャッ。Thank you.
大丈夫だ。岩の重さは安心できます。やっ、料理の時間だよ。騎士の風格に気をつけます。助けが必要な方がいるはずです。えっ、失礼した。ピュン。すまんすまん。やっ、任せてください。やっ、やっ、戦場のお掃除の時間です。はっ、グオパー、ヒヨ、こいつはどうだ。やっ、やっ、百発百中。おとなしく仕上がった。お前って本当に。岩の重さは安心できます。料理の時間だよ。えっ、うん、今日の食材は凶悪ね。はどうだ。はい、任せてください。えっ、はっ、はっ、熱々でしょ。おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。お前って本当にせっかちだな。これ。グオパー、キヨ、綺麗にしませんと。
ついてくれるかな。はっ、熱々でしょ。こいつはどうだ。これクリアですか。あ、よかった。戻ってきましたね。これどうなるんだ？もう一回なのか？増えてる。あとこれ突破するにあと一つだよな。黄金王獣、遺跡サーベント、あと合成でも獲得できますね。合成で獲得しちゃってもいいかもしれないよね。遺跡サーベントってどこなんだ。よかったよかった、ちゃんと残ってくれてって。遺跡サーベント、これを探さないとだ。あれ、なんか遺跡サーベント、地下航空巨大、なんたら艦隊出現、鉱石エリアか。遺跡サーベント自体、これこれじゃない。これはなんだ。あー、なんか近いとこに偶然いるみたいだな。
ってないところかもしれない。まだリーウェイの南西部分に存在するところ、南西部分ってここなんだよな。これなんだろう。なんかすごいな。ドレイク。ここ結構謎な場所みたいだな。双眼巨分、新勇気を進める必要があると。これか。あとは黄金王獣、なんだこれ。黄金王獣の方が楽っぽい。でもいずれは遺跡サーベントも行かなきゃいけないんだろうな。ウルブスの王、タルタリア、ここもやっぱり世界任務をクリアしないといけないから、これで間に合いますね。なんかすごい作業ゲーになっちゃってる感じはあるよな。
壊す、オイラたちを馬鹿にするんじゃないって言ってますね。まあでもこれ先に進まないと多分いろいろ開かないんで行くしかないですよね。冒険もどんどん解いていかないといけないですよね。警告板。で、漁夫の候補に行く。倉庫に行けって言ってます。うん。か。え、あとは高さの。やっぱ寂しい感じですね。なんかある。綺麗にしませんと。こいつはどうだ。暴れ、逃げるがいい。すまんすまん。おとなしく仕上がった。かけっこしましょう。見返す。ピュン、ウサギ伯爵出撃。任せてください。これぜひ引くなよ。おとなしく仕上がる。ウオパー。これ。中になんかある？いろいろ拾っとこう。奥にも。あ、これ。ん？お金か。まあ、戻ろう。あれなんだろう。うん？あ、いた。岩剣を破壊する方法を探す。
とりあえず行きましょう。あれ、方法探す言うけど、さっきと一緒やな。とりあえずこの上のこれ破壊できるはず。無理だな、普通の方法じゃ無理だ。重衝撃、花耐える欠片、ダメだな。熱々でしょ。あれ、なんでこれを複数あるんで、おとなしくしやがれ。なんか上にある。え、これじゃダメだよな普通に。これなんか一個倒してるかな。あ、ダメだ。倒せない。うん、まだ反応はないな。ということはまだなんかあるのかも。赤いとこをねやってみるとあんまり関係ないな。こいつはどうだ。なかなかやるな。なんか割れた。で、なんかその奥の方に何かが通じていくんだ。でもベールの一つが破れたりすぎないから、まだだな。同じことをやるってこと？
まあ今は無理だな。これをマップで見るとどうなる？近いよな。お前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがれ。破れた。破壊しろって言ってるな。やり方は同じだな。こいつはどうだ。なんだろう。ドラゴンスパイ。あ、これだ。綺麗にしませんと。これ。熱々でしょ。おとなしくしやがる。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ。おとなしく仕上がる。まあ無理だな、まだ。こいつはどうだ。なんか強いやついるぞ。あ、まだ破壊しきれてないんだ。じゃあまだ、距離がある。こっちは着したんで、
裏かな。とりあえず倒しとこう。これ。焼いてない。これ意外と岩の重さが安心できます。まだ倒さないといけないあの岩があるんだ、どっかに。これだ。なんでダメなんだ。こいつはどうだ。熱々でしょ。はっ、それ。破壊できない。よっしゃ。まだこれ1個しか破壊できてないから違うものを破壊しないといけないとか。破壊できそうなんだけどな。おとなしくしやがる。籠状のものを利用ってなんだ。籠？籠ってなんだ。お前って本当にせっかちだな。こいつまだ倒してないから。お前って本当にせっかちだ。こいつはどうだ。きれいにしませんと。行くなよ。まだ高和子が
興味深い。喋るのか。お金です。倒せない。なんでだ。はっ、戦場のお掃除の時間です。これの倒す条件じゃないんだ。籠状のもの。鍵岩の破壊。鍵の破壊。何これ、なんでここにもあるんだ。こいつはどうだ。この単純に破壊する方法じゃダメなんだ。なるほど。おとなしく仕上がれ。料理の時間だよ。ここのもの。取れてない。こいつはどうだ。やっ、こちらの物の需要ってなんだろう。あっちにもある。ちなみに上は
間に合いますね。なんだろう。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。どうよね。疲れましたか？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか。で、どうしよう。はめに行こう。助けが必要な方がいるはずです。はめられ。おとなしくしやがれ。よかった、一個破壊できた。お前って本当にせっかちだな。なんか一つ解けたな、謎が。でも同じことを2つやっていかないとダメなんだな。まあもう作業芸だよな。あとこれなんだよ、三国幽閉。ダメだ。タバコがある。近づいたら敵が現れるのかな。いや現れない。まあとりあえずあいつ倒しとこう。任せてください。こいつはどうだ。熱々でしょ。これしやがる。ウオパー火を吹け。この瞬間お前は永遠を手にする。
こいつはどうだ？よっ！料理の時間だよ！おとなしく仕上がる。これ。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。すまんすまん。これ。メイドの礼儀に気をつけます。もう逃げ道はない。おとなしく仕上がる。熱々でしょ。これ。この瞬間、お前は永遠を手に。料理の時間に。こいつはどうだ。はあ、はっ、任せてください。ウサギ吐く。お前って。やっ。はっ。実に愉快だ。ここじゃない？ね、これ。グオパ、気をつけ。話が通じないなら叩くまで。高さが違うな、多分。ないね。風だ。天竜教じゃなくて天光教なんだ。
もうちょっと置く？あれだ、あれか、二つ目は。とりあえずめんどくさいあいつら倒してからだな。こいつはどうだ？熱々でしょ？ウオパー火を吹け。まあ持ってないんで、これで間に合いますね。えい。はっ。おとなしく仕上がれ。ついてない。なんで消えたんだ？あいつ倒したい。戦場のお掃除の時間です。綺麗にしませんと。やった。倒してる？倒してる。でもって、ね、見えない。これ全部拾ってからじゃないと倒せない。まだあれ一つ浮いてないもんな。こいつはどうだ？これをまず埋めて、おとなしく仕上がった。まず一個破壊。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ？あ、ダメだ。倒せてないかな。
いや、マップは確認しなくていいんだよ。あ、そうでしょ。またか。引っかかってる。宝石って言うんだ。持ってきた。で、この状態で、おとなしくしやがる。包丁のものを利用してやもんな。行くよ。あら、落ちた。まだハマってない岩があるとかかな。ハマってるよね。1個2個。下。いや、これもハマってるし。見たことないけど、ああ、待ってんだけどな。
ここも3つともハマってんだけど何か破壊できない。これ線のつき方が問題なんかな。順番があるのかもしれない。つまり そういうことか。合ってる合ってる。やっ、まあ、とりあえずこいつらはやり相手を間違えたな。雨のような矢を。おとなしくしやがれ。すまんすまん。ルオパー、これやっ、うわー、頼んだわよ。やっ、ウサギ伯爵。おとなしくしやがる。料理の時間だ。師匠の技を喰らいな。ほどほどにしておけ、うん、これこの瞬間お前は永遠を。もう逃げ道はないよ。ピュン、グオパー、火を吹け。タッ、こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。これ。そうなんだ。そうだね。厳しいな。戦火後の事件解決、何の話してんだ。あ、なんか違う
役割に行っちゃった。これで合ってる合ってる。まず、時間制限あるのかな。例えばこれで、あ、消えた。そういうことやな。時間制限あるんだ。ませんね。間に合いませんね。で、OK。これ難しいよ。縦の要素もいるからな。宝箱じゃない。これ破壊するタイミングっていうのが結構。助けが必要な方がいるはずです。オッケー、一個。いろりか。これ消えてはないな。結構立体、なんかエレベーターアクションを思い出すような立体になってるからな。難しい。
なんだろうあれ。この上って2つ目あそこだな。そしてっ、いった、かな、入った入った、はまった。あと一つどこにあるんだ。書いてない。嘘でしょ。熱々でしょ。おとなしくしやがる。すまんすまん。はどうだ。ラストがこれ1個は OK になった。ここどこにあるんだろう。2つ目はそこに見つけたけど、3つ目はどこだ。高いとこか、それとも見えにくい。2つしかないように見える。いや、つながってないだけだな、これ。自分で探さないとダメなんだ。あとどこにあるんだ？お前って本当にせっかちだな。視点から見ないとあかんやろ今日は。あ、でも3つから線が伸びてる。
で1個はついてて、こっちもついてて、もう1個がまだついてない。それがどこにあるのってとこだろうな。もう上ら辺にある可能性は十分ある。お前って本当にせっかちだな。一応敵がいる。なんだこれ、敵だ。敵？あ、敵だ。最上位のは分かるんだけど、もう一つのが分からないな。とりあえず乗ってみるか、エレベーターに。うん、一つだろ。そしてこれは一つ、あのオンだ、オッケーだ。でもう一つあそこにある。もう一つはどこなんだ。上には行ったよな。どうなんだ。中にあるんじゃないの？これ建物の。多く感じる。あ、これだ。さて、あ、でも順番は関係ない。
まあ、破壊できれば OK ってことじゃないの？おとなしく仕上がる。料理の時間だよ。破壊できないか、これ一番目じゃないってことだ。ダメだ、倒せない。倒せてないな。あれが最初なのか。あれが最初なのか。本当。出てるのか分かりにくいよな。あ、ダメだ。倒す順番は別に順不同なんじゃないかな。と思うんだけど。倒す順番のヒントがないな、今のところ。持っとかないと倒せないとかかな。違うと思うけどな。特に純不動な感じはするんだよな。
工場のものを利用してやかな。ヒントがないかな。一番上はどこに出てるということかな。まずは上はあっちかな。ああそう、今どこかうまくいってないんだよな。あれが最初最優先なんじゃないかな。破壊できた。破壊する数なのかこれ。増えてきやそうだろうな。
また不安定ですね。ちょっと申し訳ない。なんか電気が。あといくつだ？これは多分破壊できたと思うんだけどな。これか、これの。ここじゃない。なんか落ちちゃうよな。酒みたいな。どうやら。これで終わりか。喧嘩あるんかな。あれ？料理の時間だよ。破壊された。ってことは結局あれだ。して
だろう。豆腐を探して、こんにちは。お前が月期か、なんか入れ違ってますよ、複数のイベントが。冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああこんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん、そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な。そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月期、つい先日双眼巨炎の採掘許可をもらった候補だ。それからここには俺の下で働いてくれているやつ。え、ああ玉境内のやつらもやっと融通が効くようになってな。仙岩軍の保護下っていう条件付きで、浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだ。うん、でその許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな。多分これメインのクエストだと思うんですよね。奇妙なこと、何が起こったんだ。オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことで、あんまり良くないことだな。ある日うちの候補が、ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず双眼巨炎の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっていると分かった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいて、この辺をうろうろしてただけなんじゃないか。いや、それがおかしなことに、双眼巨炎に来たヒルチャールたちは、入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。深いかな。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ。何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々と甲府たちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。大変だ。うん、その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。うん、真相を突き止めない限りどうにも安心して働けそうにない。この依頼オイラたち本当に受けるのか。その甲府さん、もう少し考えさせてくれないか。おい、オイラの意見もちゃんと聞いてくれよ。そっか、よし、もう分かったぞ。オイラも頑張る。もしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人とも、この依頼を受けてくれないか。せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、めちゃくちゃマルチタスク。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。地下航空に入ってくださいって言ってる。なんかある。まだ下があるのか。なんだこの。深いところは底なし沼だな本当。
とりあえず報告敵じゃない、お金だった。こら、いる？あなた。大地が揺れている。最後の要は探すとは言ってますが、似合わない。ここら辺かな。なんかある。岩の重さは安心できます。戦場のお掃除の時間です。もう一個あるというのが、心から嬉しく思います。上に上がるようになってんだ。まあでも上がる必要ないから。もう下かな。任せてください。出発着中。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。お前って本当にせっかちだな。先は行き止まり？なんか行動が崩れている。いや違うな、行けるんだ。ほどほどにしておけよ。この下か。はい、破壊だ。
ここだけじゃないよね、やっぱり。とりあえずまず全部揃えないとダメみたいな。ラスト1、あと1つはどこにあるんだ。真ん中なんだよな。反対が四角になっているかもしれない。こう2つある。上かもな。いや上はないな。もうこれがラストか。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお使いいたします。一つがあれだから、あ、えい。これだろ。一つはこれで、もう一つはこれで、三つ目が見えないんだよな。あの奥かもしれん。おとなしくしやがれ。違うな、絶対もう一つあるんだけどな。もう一つが見えないんだよな。
ああ、破壊できた。ってことは、こいつはどうだ？なんか落ちてきた？綺麗にしませんと。この瞬間、お前は永遠を手にする。大人だ。料理の時間だよ。倒した。もう一個なんかある？ないな、多分ない。仕上がる。やりました。なんか厳しいな。スメール。パンツ。うん、頑張りましょう。
手か。用意はとっくにできてるぜ。一緒に頑張ろう。とりあえず中に入って、まあでもこんなことやってる場合じゃないから、お前って本当にせっかちだな。どこだ、これだ、合成。あと一つ、ないんだ。これ入れると5。ってことは今回はまだ無理ってことか。星銃っていうの、まだここ延長があるんだ。ここ下いろいろあるみたいだな。
れない取れない。まあ取れないんだな。ここもダメだってことは、それとも、ダメでした。お前って本当にせっかちだな。鍵がない。上かな。
もうちょっとだな。お前って本当にせっかちだな。まあゼロだな。足りないね。まあ別に出なくてもいいか。はい、ということで結構長くやってきましたが、ここまでとしたいと思います。ちょっと2回ほどパソコンの電源切れてしまって申し訳なかったです。今回 Twitch で配信を行いました。YouTube のアーカイブも残します。2日後16日21時頃から公開いたしますので、ぜひ見てください。旧ツイッターである X のアカウントもございます。ぜひアクセスお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。